私は革命家でありたい。でも私は政治家ではない。チェ・ゲバラでもない。私は建築家です。私は20年間建築を作ってきました。たくさんのものを作りました。6年前にイギリスでは世界の新人賞をいただき、それからいくつかの世界の賞をもらいました。私の作品はいろんな雑誌、いろんなメディアに出ています。今日はそちらの方にもあります。なので私の作品は今日はあまりお見せできません。なぜならば、私は私自身のミッションを今日お話ししたいからです。時代を振り返ると、18世紀、僕ら産業革命が起きました。産業革命で何が起きたかというと、物がストックされます。ストックされるとお金をいっぱい持つ人が増え、経済優先主義っていうものが生まれました。それから20世紀まで、僕らは本当に幸せになっただろうか。僕ら経済をずっと推し進め、20世紀までにいろんなことが起きて、つい最近はリーマンが起きて、僕らは経済によってみんなが幸せになる方向を目指したつもりなのに、それができてない。じゃあどうするか、それを私はずっと考えています。私の生まれた場所は奄美大島、台湾、沖縄のすぐそばです。そして私の奄美大島、生まれた場所は日本の中でもすごく南の場所です。そして政治経済、いろんな意味で複雑な場所でもあります。何が複雑かというと、15世紀まで小さな島国でした。16世紀に沖縄、琉球王国になり、それから日本に支配されました。1946年から8年間アメリカでした。その後日本になります。日本の中でもすごく複雑なこの小さな島国、そこで私は生まれました。すごく虐げられた文化、いろんな悲しい話もいっぱいあります。なんですが、私たちの奄美大島、多分台湾も一緒、すごく恵まれた美しい緑、美しい海、美しい太陽に恵まれてきました。だから私はすごくポジティブです。悲しいけどポジティブ、みんなそうだと思う。すごくポジティブにいろんなものを考えられる、そういうところに私は育ちました。と、私の祖先、私の5代前の祖先から私のお父さん、おじいさん、すべての人たちが市民のリーダーでした。いろんな体制、いろんな物事に対しておかしいよねっていうような家系で私は生まれました。私はその多分血を継いでいます。そして私は建築家です。建築家は新しい情報、いろんな情報を手に入れます。それから分析をします。そしてコンセプトを出します。その後に実行をします。ものを作ります。私がなぜ革命家でありたいかというと、政治家もいろんな人たちも言葉では言いますが、建築家はちゃんと目標に向かって実行をする。なのでこの世紀は僕は建築家の世紀だと思っています。だから私は革命家でありたい。私のいくつかのことをお話しましょう。今までいろんな価値の中であったもの、もう前世紀と今世紀、20世紀と21世紀は価値が変わります。今まで経済優先主義だったもの、20世紀まで、21世紀、僕らは環境の世紀、全然違うパラダイムシフトを起こさなければいけないって言われています。なので僕らは全部価値をチェンジしなきゃいけない。3年前、エチオピアの大使館から僕は仕事の依頼を受けました。そして
エチオピア第二の都市ゴンダールという場所に行きました。皆さんエチオピア分かりますか？アフリカの中でもすごく小さな場所、そしてアフリカの中でも貧しい場所なんです。アフリカは石油や例えば金、ダイヤモンド、それが取れるとすごく裕福、豊かです。でもエチオピアは何も取れない。何も取れないエチオピア、その貧しいエチオピアで見えたことがあります。彼らでもですね、昔の建物、昔の住宅、そこに住むのが嫌だっていうんです。僕から見るとすごく魅力的な住宅だったんです。石造りの円形住居、丸いサークルの住居なんですね。彼らはでもそれは価値として認めていない。でも私はすごく面白い、すごい価値があると思った。それが日本でも起きていました。日本の古い民家、それも捨てられている。すごい数が捨てられている。でもそれは20世紀までの話だと僕は思うんですね。21世紀、新しい世紀に入って、僕はその捨てられてみんなが価値がないといったもの、それを集めました。それを集めて日本文化会館っていう建物として日本の政府からエチオピアにプレゼントをしたんですね。何をプレゼントしたか、当然物をプレゼントする、空間をプレゼントする、それをしました。でも彼らは貧しい。彼らに対して水をきれいにするっていうような装置としてもプレゼントした。でそれが完成した。僕はこの写真がすごく好きです。なぜならば僕が思う新しい価値を再編集する、編集し直すっていうことを一番表しているから。エチオピアは3つの方法論しか持っていません、建築を作る上で。それは一つは積むっていう、積む、もう一つは結ぶ、もう一つは塗る。この3つの方法論ぐらいしかほとんど持っていません。でも彼らのこの持っている技術を使い、新しい価値観を彼らに見せてあげる、それが僕の建築家としての仕事だと思ったんですね。彼らの円形住居の石を積みました。その上に新しい日本のガラスのブロックを載せました。そして光が入ってきます。光が入ってくると天井が見えてきます。この天井のデザインは今使われているデザインではないんですね。200年以上前の教会のデザインでした。それをここに持ち込み、新しい私のデザインをやりました。そうすると今までにないこの空間が生まれます。皆さんはエチオピアに行かれたことがないかもしれない。なのでこの空間が新しいのか古いのかわからないかもしれない。でもエチオピアの人たちはびっくりしました。なぜならば自分たちが価値がないと思ってた住居、それがこんなに変わるんです。それでこれはギャラリープラス販売する場所としてオープンしました。そうしたらすごいたくさんの人たちがここでお店を開きたいっていうふうに話しました。すごい人気がありました。僕は彼らに対して新しい価値、今までにない新しい価値をプレゼントできたと思っています。それを僕は建築家であるから、空間としてものを見せることが可能なんですね。もう一つ、私のプロジェクト、私が思っている方法の話を一つしましょう。世の中にいろんな建築の素材があります。でもみんなに平等に与えられている素材、それは何でしょう。私が思う素材、まずは太陽の光。世界中どこでも太陽の光はある。でも太陽の光は建築の素材にならない。建築の素材になる一番大事なもの、それは土だと思うんです。土ですね。それは世界中どこでも手に入れることが可能なんです。
そう思いますね。例えばコンクリートであるとか鉄であるとか木であるとか、手に入る場所はあるけども、でも手に入らない場所もある。僕はみんなが手に入るもの、手に入るもので新しい価値を生み出す。そうすると全て平等でみんなが幸せなものを作り得るんじゃないか。わかりますか。全て誰でも手に入るもの、それを価値を、そこで新しい価値を生み出していくんです。そうするとみんなが平等、みんなが幸せになるチャンスがある。僕は20世紀はみんないろんな人がこう戦っている場所でも、この環境の世紀21世紀はもう一度価値を見直して新しい価値を作ると思うんですね。土です。どこにでもあります。そのどこにでもあるものをどうするか。世界中どこでも土の建築はあります。私は日本で建築を作っていろんなものを開発しています。なのでどこにでもあるような土、土を新しく改良します。改良していくと今までにない構造的に強い、今までにない新しい機能を持ってくることができる。それを私は開発をし、それをみんなに教えてあげたい。みんなにあるものだから、みんなに対して僕が考える。僕は建築家です。でも自分でクローズはしない。クローズをしないでアイデアを作り、アイデアを作ってみんなに供給する。それが僕は建築家の役割だと思うし、それが僕は革命家でありたいっていうことの意味でもある。こういう建築、例えば一つの枠の中に土を入れる、それを開く、誰でもできる、誰でもできるノウハウを渡していきたい。これは今から作っているプロジェクトです。今日私がここでお話をしたい2つ、それは皆が幸せになる方法。皆が幸せになる方法は何でしょう。今言ったエチオピアのプロジェクトで言ったお話、要は今ある価値、もう一回価値を見直していきましょう。もう一回見直していって新しくピックアップをする。ピックアップをしてそれを再度組み立てる、価値を再編集するっていうことが一つです。もう一つ、もう一つは土のプロジェクトの話。どこにでもあるもの、あなたの隣、あなたの後ろ、今あるかもしれない、あなたの周りにあるもの、それにもう一回価値を見出す、新しい価値を生み出す、それをやっていく。そうすると僕は大勢の人が、世の中の人が幸せになるチャンスを持てるかもしれない。21世紀、環境の世紀です。もう僕らは意識、価値、価値のあり方を変えなきゃいけない、チェンジをしなきゃいけない、そういう時代に入ってます。世の中の人のすべてが幸せになるチャンスを持っている。僕らはそれを今変える時代に来ている。私はエチオピアに行った時にすごく幸せな子どもの写真を撮りました。物がない、豊かではないかもしれない、でも彼はみんなが幸せになる希望を持っている、そういう笑顔だったんです。僕はそれに対して彼らの笑顔、彼らの幸せ、みんなが幸せであるよねっていう気持ちに対して建築家としてちゃんと物事を表現していきたい。そして私は建築家であり革命家でありたい、そう思う。なので私一人でそれはできるものではないんですね。私はいつも建築をみんなで作っている。
私は建築家です。でも建築を作るのはいろんな人がいなければいけない。なのでみんなで作る。この世紀、21世紀、環境の世紀、新しい価値を生み出す世紀、それは僕だけで作るものではない。あなたたちみんなで、で今考え行動に起こす、そういうことをぜひやっていただきたい。一人ではできないです。みんなでできる。思うこと、新しくチェンジしようって思うこと、それと一歩前に踏み出していくこと、それをぜひあなたたちの得意なものでやっていきましょう。私は建築で新しい価値を生み出していきたい。私は革命家でありたいと思います。ありがとうございました。